私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。大野智、嵐の活動休止から1年いげた大野くんの夏休みの表トーラ。昨年末をもって活動休止期間に入った嵐。櫻井翔、39、相葉雅紀、39、二宮和也、38、松本潤、38、の4人はそれぞれ個人での活動をするも、リーダー、大野智、41、は芸能活動を休止している。そんな大野についてまた新たな報道が。大野智の報道と動画流出騒動。12月23日発売の週刊文春、12月30日、1月6日合併号、では、大野さんが親友でありビジネスパートナーでもある A 氏と共に、2人で次々と会社を立ち上げ、2016年から不動産事業を手広く展開していると報じています。特に、一住院用府17年にはリゾート地である沖縄の離島で、移住を前提にペンションやアパート経営を計画し、そこに元恋人でシングルマザーの B さんが深く関与していたことも明かされています。スポーツ紙記者。B さんとの破局後、計画は白紙になったようだが、大野は活動休止前から芸能界とは一旦離れたいと感じていたようだ。大野のそうした意向がきっかけとなり、嵐の活動休止が発表された2019年1月には、いげた大野くんの夏休みというハッシュタグがツイッターに登場。多くのファンからのツイートによりトレンド入りを果たした。そんな大野くんの夏休みとなった2021年は、彼にとってどんな1年だったのだろうか。大野さんは活動休止期間に入ってすぐに東京から離れ、自然の中、のびのびと過ごす予定だったそうです。しかし、今年に入り新型コロナウイルスの感染が拡大。緊急事態宣言下の2月には、外出は愛犬であるパグの散歩程度になるなど、家にこもる日々が続いたようです。前出、スポーツ紙記者。しかし、緊急事態宣言解除後の4月には、新恋人と思われる清楚系美女の C さんと京都で観光デートする様子が女政治見、2021年5月4日号により報じられた。ジャニーズ JR 時代から連絡を取り合う女将のいる旅館に C さんと宿泊し、青春時代を過ごした思い出の地で羽を伸ばしたとされている。また8月末には、週刊女性プライムで、千葉県のマザー牧場でデートしている姿を捉えられ、目撃した女性はこう語っていた。馬に餌をあげる場所に大野くんがいたんです。T シャツに短パンとリラックスした服装で、マスクの下からヒゲも見えました。でも、まさか彼がここにいるなんて思わなかったですよ。独占嵐、大野智、芸能活動休止中に清楚系恋人とマザー牧場デート、より。ジャニーズアイドルとは思えないほど、周囲の目を気にせずプライベートを楽しんでいたようで大野くんの夏休みをまさに満喫中といったところだろうか。しかし、大野にまつわる情報はそれだけではないと話すのは、テレビ局関係者だ。休止期間中、プライベートと思われる動画の流出騒動もありました。7月7日、YouTuber としても活動している D さんが Twitter 上に動画を投稿。大野さんと女性が船釣りを楽しんでいる様子が拡散され衝撃を受けました。同月24日には、D さんのライブ配信で大野さんと女性のツーショット画像などが公開されファンは驚いたと思います。また、11月13日には TikTok 上に、T シャツにジーパン姿の大野がチワワを満面の笑みで持ち上げている動画が流出したことも。活動休止中でもファン思いの大野。そんな騒動がありながらも、20年以上アイドルをしてきた大野はファンのことを忘れてはいなかった。活動休止中にもかかわらず、大野さんから公に発せられた言葉があったんですと話すのは前出テレビ局関係者だ。7月28日には櫻井さんが MC を務めるスポーツ番組、NHK 東京2020オリンピックデイリーハイライト2カネメダルを獲得した競泳、大橋悠依選手が出演。まず櫻井さんが、大橋選手のレース直後に大野さんから大橋悠依ちゃん、やばいね。ダブルかね、一人ではしゃいじゃったわと個人的に携帯でメッセージが送られたことを明かしました。さらに櫻井さんは大野から大橋さんへのメッセージをいただいておりますと紹介し、
大橋選手へ大野さんからのめちゃくちゃかっこよかったです。おめでとうというお祝いの言葉を代読し伝えたのです。嵐の中でも大野の大ファンだった大橋選手は、大野からの言葉に両手を口に当てて目を見開きながら驚き、一番嬉しいと喜びを実感していた。また11月3日に行われた嵐のウイライブフィルム嵐アニバーサリーツアー 5×20 フィルムレコードオブメモリーズの舞台挨拶では、大野以外のメンバー4人がサプライズ登壇。桜井からちょうど1週間前に大野さん含めて5人で飲んでねと、2020年末以来10ヶ月ぶりに5人が揃ったことが明かされた。さらに4人の映画への思いが語られる中、松本が大野さんからメッセージを預かっていますと明かし、桜井がメッセージを代読。どうも、お久しぶりです。一日中何もしないでソファーで過ごす日とかあります。すいません。カレーは最近ではバターチキンカレー作ったりしてます。寝る時間は早い日で夜10時に寝て朝4時に起きたりします。でも元気に生きてますのでご安心を。改めまして大野聡です。と気さくな挨拶から始まり、続けてファンや映画公開への思いを綴っていた。また映画全国公開をきっかけにメンバーとのやり取りが見られる一幕もあったと前出テレビ局関係者は続ける。映画の全国公開日は大野さんの誕生日でもありました。そのことをきっかけに当日、嵐の公式ツイッターで桜井さん、相葉さん、二宮さん、松本さん4人のやり取りがツイッター上で始まったんです。松本さんがきっと誕生日の大野さんも喜んでるでしょうとツイートすると、大野さん本人が喜んでいるちで、すみんなも本当ありがとうです。ちは興奮しているぞ。と反応しました。最後はメンバーの皆様、そしてファンの皆様。I love you とハートの絵文字付きで感謝の気持ちを示しました。また同日に配信されたファンクラブ会員用の動画内でも4人が大野さんに電話をかけ、5人揃って会話したようです。大野さんの肉声を久しぶりに聞けたネット上のファンは大興奮の様子でした。2021年の大野くんの夏休みでは2度のデート現場スクープに3度のプライベート動画流出もあったが、嵐5人の絆は変わらず、大野も羽を伸ばしながらもファンサービスも忘れない心遣いを見せてくれた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。